勅使河原町公式ニュース。今回高付加価値という、テーマで皆さんでこうディスカッションもしていただいたんですけども、皆さんの雰囲気見て良かったなと思うのは、お客様に提供するという価値だけではなく、自分たちの生活の中で何が大事なのか、こういったものがなければこの土地に住む必要はないよねっていうところまで深く考えていただけたことが、そういう意味では本当にそれ自体も価値だし、そういったことに対する気づきが多かったのが良かったんじゃないかなと思います。さらには川井温泉への進出が予定されている星野リゾート北海道統括総支配人の愛内学さんによる講演や、毎年この勅使河原観光塾に登壇いただいている茂谷幸介さん、さらにドット同等中西代表と町内事業者によるパネルディスカッションなども行われました。で、私本当に移住して1ヶ月も経っていないんですけど、私のためのプロジェクトではないかなという、本当に私に役に立つ講習会、すごく勉強になりました。で、これを全部まとめて、私が韓国の私 の, 知り合いとか、私が教えていた生徒さんにちょっとお伝えしたいと思います。今回正式に星野さんの進出も決まった後だったので、より魅力的なお話だったと思います。私も仕事で付加価値の仕事をしているはずなんですが、きちんと分かってないなっていうのと、域内循環とかという難しい言い方するけど、地元できちんとお金回せばみんな潤うよねっていうことをもう一回やれたらと思います。勅使河原の方向けの、中心のイベントだったと思うんですけども、外部からの人間もすごく学べるような面白い内容だったかなと思ってます。高付加価値化させるにあたっては、やっぱり経済的な要素っていうのは絶対必要になってきて、そういう意味ではその茂谷さんのお話の中の GDP の考え方とかっていうところはすごく参考になったし、やっぱりこれから経営者としてやっていこうと思っているので、そこをすごく学びになりました。まさしく観光って私は感じる幸せって書くんですけども、そういったところのキーワードが改めて大事なんだなっていうのは、私自身も気づかされて本当に良かったと思います。今回私の講義の中でも、主導権を握るのは地域住民、事業者であるべきだというお話をしてきました。そういった意味では、今回川井の将来像、デザインが、提示されているわけですけども、そんな中で、これをよりよく、より良きものにするためにですね、いかに住民が関われるかにかかってくるんじゃないかなと思っています。そういう意味では今回の観光塾の主催者である勅使河原エコまち推進協議会自体が、どうやって、パートナーになっていくか、それだけじゃなくって自分たちの考えをいかに反映するかっていうところが、多分一つのポイントになるんではないかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。日本一の自治体運営チャンネルを目指し、これからも動画をどんどんアップしていきます。まずはチャンネル登録者数の人口超え、目指せ7000人。チャンネル登録よろしくお願いします。